お前はどこのリバースだ。はい、こんにちは、サウスヒカルです。今回も FF7 リバース続きやっていきましょう。サブクエを今やっておりまして、このカームの街、うん、これだね、エクストラクエスト仕事の依頼っちゅうわけで、これだね、カームの掲示板で仕事の依頼を確認しようということで、何でも屋さんのお仕事できるらしい、カームでもっちゅうことで、うわー、いっぱいあるじゃん。こんなにあるの？あ、違うな。これあれだ、今までやってきたクエストじゃん。この風の吹く場所とか、カームの生命線、家畜を襲う魔獣とか。あ、ここで確認できんだ。で、あと一個残ってると、奪われたレアカード。連敗中のマスターからのお問い合わせ。クイーンズブラッドで負けて俺の大事なレアカードが奪われてしまった。多分、誰か俺の代わりに取り返してくれ。引き受けてやるよ。んで？んでっつって。え？え？エクストラ。はい。いやそれはいいけどさ、どうやって、まずあれか、酒場のラスティアローに会いに行けばいいのか。これだよね。ああ、まずマスターに会いに行くんだ。で、ここへの行き方がようわからんな。これどこ、どうやって行けばいいの、ここ。ちょっと歩いてみます。お泳げんのこれ。知らんかったわ。カームって泳いで移動できるんだ。街の中を泳いで移動。ジャポンジャポン聞こえた。犬犬がはしごを。お前らいつ来た。ちょっと待って、酒場どこ。酒場がわからんのよ、ここ。あ、違うか。あ、分かった、こん中から入るんだっけ。一回行ったことあるんだけどさ、なんか複雑な構造でよくわかんないよ。ここじゃなかったっけ。なんかバレットが前この辺で飲んでたんだよな。どうだっつって。あー、まあ、矢印マークが下についております。ここからね、お、酒場ラスティアロ、これだ。おい、レアカードお前取られたって。めちゃめちゃしょげてんじゃん。なんだお客さん、できる人だ。わかる、わかっちゃう、わかってる。おお、素晴らしい。誰に取られたんだよ。バル、ぜひ頼みたいことがある。バル、どうしたの。レアカードなんでしょ。クイーンズブラッドは知ってる。最近やり始めまして。実はカードバウトに負けて大切なカードを奪われてしまった。そんなん知らんよ。お前が弱いからでしょ。なんとか取り返してきてくれないか。いや、まあ、勝負に負けたらしょうがないじゃん。どういうカードだ。ブラックロータスか。チョコボ&モーグリ、俺が持っていた唯一のレアカードだ。欲しい。それちょうだい俺にも。酔っ払いに絡まれても酒が薄いってクレームも、レアカードを持ってたから耐えられたんだ。すごい体勢を持ってるんだな、レアカードって。あいつが。お前が弱いからなんで、しょうがないじゃん。レアカードを賭けに出すなよ。わかります、私もバーテンダーだから。バーテンダー関係ないじゃん、カット取られてくらいで。そうなんだ。今後はカームの協力者も本当いろいろ大変だよな。関係ある。元も金もないわ、クラウド。自分で取り返せ。俺ができないから頼んでるんだろう。自慢じゃないけど俺は弱いんだ。めちゃめちゃ弱いんだ。そうか、クイーンズブラッドのレアカードは高値で取引されてるんだ。あ、ポケカみたい。メルカリに出されたんじゃない。もう売られてしまう。いや、もうメルカリに出てるって。高額転売されてるって。メルカリで。本当か。メルカリで高額転売されてるからもう無理だって。あ、そうだ、依頼する前に一応君の腕前を確かめさせてもらっていいかな。え急なカードバウト。やってやろうじゃねえの。つってもさ、つってもよ、俺これまだ2回目だからね。これ初期のデッキだから。デッキ編成もな、もうないよね。なんかちょっとやり方も忘れてるところあるな。この赤いやつってどうやって出すんだっけ。まあ初期デッキでいけるでしょう。初期デッキでいけるはず。やる気になったら死んだカンパニーは住民への情報提供を呼びかけ。ちょっとやり方見返していく。やり方見返して、マニュアルミニゲームの遊び方で、ちょっとクイズブラッドのやり方ちょっと今復習します。それじゃあチョコボ&モーグリを取り戻せるか、カードバウトの腕を見させてもらうよ。しっかり復習してやったぜ。
貴様なんて楽勝だぜ。やってやろう、対戦開始だ。俺にクイーンズブラッドで勝とうなんざ。うん、100万年早いってわけよ。カードの引き直しそんなあんの？ゲーム開始前のカードのうち不要なものをデッキに回し同じ枚数引き直すことができます。あ、そうなんだ。すぐに配置できないランクの高いカードでゲームを持つことで温存し、ゲーム序盤は安定させることか。ああ、なるほどね。交換したいカードか。これいらんな。よし。まずは警備兵をここに配置だ。よし、ライバルターン。ほほー、面白い。で、こいつをここに置くという豪華な使い方。よし。で、攻め入ってきたね。こうだ。うん、盤石盤石。これ真ん中と下のレーンを取っていこうっていう、そういう作戦ですよ。 OK。 で、だいぶ下手くそだな。なんか自分で言うのもなんだけど、だいぶ下手くそだな。うん、でも勝てるんじゃないと思ってるけど、相手のカードがあまりにも弱すぎてあまりにも弱すぎてね。あ、パワーアップできるやつか。これキラービーここに置いて、うん、あ、失敗したな。キラービーあそこじゃないな。ここにこれ置くのもったいな。でもここでいいんじゃない。あ、もう置けるのない。あ、やば、パス。あれ、これしくった。うん、普通に負けたわ。もう一回だ。おいおいおい、ちょっと舐めてた舐めてた。相手よ、相手、相手のことでございます。はい、まあ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 、まあ、いいんじゃないでしょうか。 OK、 行こうか。こうじゃねえかな。こうして、で、そうだな、こうだね。なんとこのマジックポットをうまい具合に使っていきたいですね。こうかな。よし。で、ランクアップとうまい具合にやれてると思うんだけど、で、レプリコンをここに置くと、よし、行こう。いまいちだね。いまいちだね。いまいちだね。おい。まあ、勝ったかな。ギリ勝ったけど、いまいちな勝負でございました。おい。いや、ジャックポットの使い方だな。なんか、あんまり、なんだろうね。うん、いい腕だ。これなら申し分ない。サンキュー。カードを奪ったのは、塔の係員をやってるビルゴってやつ。ビルゴか。敵討ち、頼んだぞ。了解。そうだ、カードを取り戻してくれたら、とっておきのカクテルをご馳走するよ。レアカードくれよ。いいレシピを手に入れてね。ほう。それはティファがよ、ちょっと黙っちゃいないんじゃない。あれ、ティファいない。おい、バーテンダーのティファよ、おいしいレシピ、おいしいレシピを教えてくれるってよ。まあ、こいつ倒しとかいいや。サンキュー。まあ、そう言いながら、あと3人、うん、カードでやれるけど、まずはこいつでしょ。ビルゴ、奪われたレアカード。そいつとちょっと戦ってみたいですね。風車小屋、風車小屋、この町ね、なんか構造がむずくてさ、なんか、ね、いまいちまだよく分かってらんのですけども、多分こっちの方、この辺じゃねえかな。
いない、あれいないか、あれこっち中か、あ、あ、いて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 、お前か、レアカードモーグリを手に入れたのは。酒場のマスターから奪ったカードを返してくれ。もらおう。へえ、なるほど。バルのやつ自分では勝てないからって資格を送り込んできたわけですね。いや、本当その通り、本当その通りなんです、本当にその通りなんですわ、うん、いいですよ、僕に勝てたら返してあげますよおお、ビルゴいいじゃねえの、やってやろうか。あれこいつでもランク2じゃね、今2って出てなかった、ちょっと厳しいかもしんないな。よし、やってやろうか、クイーンズブラッド。ああ、交換したいカードは特にないかな。ちょっとムーが2枚あるのはきついか。いや、エレファダンクでいいか。よし、行こうか。やっぱムーをうまく使っていきたいので、まずはカンファングここに配置し、うん、でムーを、いいね、でムーをここに入れると、で陣地を広げていく作戦、うん、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、上手なやり方だと思うよ。 OKOKOK で、あ、スイーパーを出していきたいけど、クイーン B をここだな、いいね、でクイーン B をここに入れて、これいけるな、いいだろう。で、ジュノンスイーパーをここに配す。で、あわよくはムーをもう一回あそこに入れていきたいね。よし、どう？で、ムーをここに入れて、はい、さらにレベルアップ。いい戦いになってるんじゃないか。いい戦いになってるんじゃないか。よし、どう？で、そうだな、真ん中の列はもうちょっと勝負的に厳しいから、一番上の列を取っていきたいよね。上の列を取っていきたいから、ここは雑に警備兵をここに配して OK で、エルファダンクを一番上に置きたいですね。あら作戦が読まれた、作戦が読まれました。あ、しかしここで、クイーン B であそこ裏返す。うまいぞ。で、エルファダンクをあそこに置ければ、置けないっしょ？置けないじゃないの？で、ここで一気に逆転。で、1枚あるから、そうね、一番下の列は勝って、あ、これ もらいましたね。最後は何にしようかな。やっぱこれジャックポットを使っていきたいけど、なかなかこの3を置くって難しいね。低コストでやっぱりウェイトの重いものが欲しいな。まあ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 、カプリコンして、よし、これでもらえるっしょ、俺の勝ちだ。うおー、いい戦いしたんじゃない。まあ、真ん中の列はもう用なしにして、いや、プラスにムーを真ん中の列に使えたのが今回の勝ちですね。連戦連勝よ。あっちゃー、負けてしまった。おい、チョコバンドモーグル、俺に起こせよ。熱い勝負でしたね。悔しいな。またリベンジさせてくださいね。いいやつじゃないかよ。じゃあ今日はこれで。おい、てめえ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 。何か忘れてない？ですよね。下水やつばっかりだな、カードプレイヤーは。バルから奪ったカードでしたっけ？どれだったかな。チョコバンドモーグルだよ。バルのカードってチョコバンドモーグリか。お前それメルカリに売っただもん。そのカードもう手放してました。おい、メルカリに売っただろお前。俺が探そう。いやいや、本当ですって。ちょうど金欠だったんでカードコレクターに売っちゃったんです。街の外でカードショップをやってるトゥーロンって男です。しょうもない転売屋みたいなことすんなよ。訪ねてくださいよ。もう一頑張りだね、何でも屋さん。あー、街の外にカードショップなんとかってあったな。受けて立ちますよ。いや、うるせって。いやいや、うるせって。いつでも相手になりますよ。いや、うるせって。お前レベル2だよね。ほら見て、2でしょ。レベル2のやつやっつけたから。うん。ここここここ。前行った時はね、入れなかったんですよ。トゥロンのカードショップ。このクエストで来るところだったんだね。トゥロンのカードショップ。あ、3だって、レベル3っていうマークついてるんですけど。やば。こんにちは。え、こいつとまた戦わなきゃいけないの？
え、キツネ？わあ、なんかすごいカードショップっぽい、飾ってある飾ってある。わあ、なんかいろんな大会で優勝しました的なやつ。おい、いらっしゃい。カードの取引かい？なんかイケスカのやつだな。チョコモ&モーグリのカードが欲しい。ああ、すまない。そのカードは販売してないんだ。レアカードだからね。レアカードはそれ相応の実力者に持ってもらいたくてね。めんどくせえクエストだな。そうだな。え？もしカードバウトで私に勝てれば無償で進呈しよう。オタクレベル3なんですよね。いや急に始まった。どうする？一回やってみようか。カードを購入することもできるんだ。あ、カードパックとかもあるんだ。え、ちょっと待って。レジェンドカードですはいいんだけど、あの値がわからないんだけど、その数値がわからんのだが、え、これ買ってみないとわかんないみたいな感じ。カードパック、あー、ちょっとこの辺の買ってみる。あ、ケツァルクアトロとかもあるじゃん。じゃあもうタイタンと、あなんだ、まとめ買いできんのかい。でも全部買ったら2000ギルか。買っちゃおうぜ。タイタンとデブチョコボとサプリエスライオットカードパックとワイルドなんちゃらかんちゃらちょうだい。 OK。 でちょっと待って、デッキを構成したい。俺デッキを、俺こう見えてもカードカードゲーム好きだったから。お、弱体化、場面に配置しているカードのパワーを下げる弱体化スキルを持つカード。へえ、やば。相手のパワーを下げるだけじゃなく、味方のカードもあえてパワーダウンさせたり消滅させたりすることも作戦の一つ。トリッキーな戦略。自分のカードをパワーダウンさせる意味って何かあるの？あ、自分の取られそうなところをあえて弱体化させみたいなところか。面白いね。へえ。うわ、タイタンやば。コストが2しかかからないのにポイントが5ってことでしょ。これめちゃめちゃいいじゃん、タイタン。しかも追加効果あり。配置時、自陣ランクを2ランクアップ。え？激ヤバカードじゃん。こいつはデブチョコボを、デブチョコボは、ふくよかなパワーで後半や、特にないか。2ランクアップか。デブチョコボは特にないんだ。コストが低くてウェイトが重いのがいいな。またドンコラも配置時手札にマンドラゴラの仲間を追加します。あー、何、自分をドローできるってこと。わ、すごい。これ特殊なスキルを持たないノーマルカード。でも血圧よりすごいよ。あ、でもコスト2使うんだ。でも重さ3だからこれ結構いいんじゃない。で、これあれでしょ、敵弾兵だっけ。配置時特殊効果マスの相手カードのパワーを4ダウン。ゲロヤバ。これ1枚入れたいな。バイオラット。うわ、これ3ダウンだって。あ、ダウンさせるのは面白いんじゃない？うわ、ケツァクオトルもこれやば。あー、面白いね。ズー。うわ、迷う。迷うんだけど、これどうしようかな。使ってて使いにくいな。まずこのエレファントダンク2枚はいらんね。うん。でタイタンは入れたい。うん。でね、コスト3はねマジ使えないから、俺コスト3はね1枚でいいと思う。だからそうするとデブチョコボか、マジックポットかと言われると、あ、でもこれウェイト5か、5ポイント追加でしょ。それはでかいよね。あ、でもマジックポイントは2アップするんだ。ジュノンスイーパー1枚減らして敵弾兵入れたいね。これはちょっと面白いでしょ、このライン。このライン、しかもあのコストが2なのに3パワーもらえるっていう、3ポイントもらえるっていうのがいいよね。
コスト1でなんかいい感じのカードないかな。コスト1だとやっぱり2が上限だよね。ジュノンスイーパーいまいちか。コスト2なのにバイオラットいいね。3ダウンさせられるんでしょう。このままジュノンスイーパーをやめて、うん、バイオラット1枚入れようよ。これ嫌でしょ、3ダウンで。ムーは2枚やってもいい気がする。使いやすい。あ、でもコストが、そっか、パワーが1しかないんだよな。そういう意味だとちょっと弱いよね。ちょっとこういう感じでいこうか。まあ、これだけ揃えればいいんじゃない。まあ、敵弾兵4ダウンってすごいよね。4ダウンって魅力的だな。これムーを1枚下げて敵弾兵1枚入れてみようか。いいんじゃない。あとコスト1のカードが、コスト1のカードやっぱりあんまり枚数を減らしちゃいかんと思うんですよ。うん、いや、そうするとやっぱこの辺のコスト1のカードは取っときたいな。まあ、ちょっとこれで行こうか。これが俺の新たなデッキだ。まあ、コスト3はマジ出せることがほとんど俺ないのでなかなか難しいけど。よし、勝負だ。チョコボ&モーグリが欲しければカードバウトに勝って掴み取るんだね俺のこの最強のチームに勝てると思ってるのか。よし、まあ、なんつっても初めてのデッキだからな、うん、初めてのデッキだからうまく使えるかどうかちょっとよくわからないけれども。あ、コスト1ばっかりですか。交換するカードはないでございます。 OK、 行こうか。まずはどこから行こうか。まずはレプリコンでちょっと陣地を広げていきましょうか。まあ、相手はレベル2だからね、なかなか強いんじゃなかろうかと思いますが。お、いいじゃん、コスト2。あ、どうしよっかな。早くもここに置いていこうか。そうね、 OK で、これで OKOK。 あ、3ポイントきましたか。で、こう言っておきながらもう、おー、こうだね。うん、でムーンを使っていこう。えい、で、あ、タイタン来ました。あ、タイタンを早めに仕掛けるのもありか。ここに3を今のうちに配置しとくのもありか。あ、こうだな、面白い戦法だ。で、そこ行っちゃう。なるほど。で、ここで、こうだね。お、めっちゃ減らされた。あ、これが4ダウンの効果なんだ。恐ろしい。がしかしですよ、がしかし帝国、ここで、ここ、まあ、ここしかないか。ここに置いたところで、だからここだね。で、こうすることで相手はほとんど身動きが取れませんと。あら、これ俺勝っちゃったんじゃない？まあ普通にこう言って、で相手を押せません、置けません。うん。だね。あ、コスト2か。これやったら自分のところ減らしちゃうから。これダメだね。うん。本当はここに置きたかったけど、まあ、しょうがないか。まあ普通にポイントゲットして、よし。で、レプリコン見て、まあ一番上はちょっと取れませんでしたが、お、レベル3に何とか勝ったじゃん。レベル3ぐらいだったら楽勝でいけるな。なんかそんなに強い感じがしなかったね。いや、タイタンが強いな。4下げられたとて、この感じだ。お、チョコバンドモグリ、レジェンド。お、え？これレアカードなん？強化を受けている他の味方カードの数に応じてパワーアップする。やば。なるほど、君の力を見くびっていたようだ。これは約束のカードだ。サンキュー。次やるときは本気で戦わせてもらうよ。え、今の本気じゃなかったの？え、今の本気じゃなかったの？今日はどういったご用で？あなたのことは倒したことになってるんですけどね。今
世界中で流行っているカードゲーム。知ってるよ。かつての世界を支配していた女王が民衆の手によって処刑された。その時流れた女王の力、モンスターが生まれたって伝承が名前の由来。クイーンズブラッド。各地プレイヤーがいて、どこかしらでカードバウトを繰り広げているよ。うんうん。いやでもこのエリアでも早くも良いカードと出会えますように。レベル3のやつと戦えるってすごいですね。はあ、なんかこう満足感があるな。楽しいな、クイズプラット。まあ、ね、僕もね、やれ遊戯王だの、ポケモンカードだの好きなんで、カードゲーム楽しいですね。あ、じゃあチョコバンドモグリしょうがねえ、返してやるか。持ってってやろうぜクラウド。生き方がわからん。おい、レベル3もやっつけて持ってきてやったやん。取り戻してくれたか。ああ、持ってきてやったぜ。実はこういうことは初めてじゃなくてね。思うに俺の実力じゃこのカード不相応なんだろう。よく分かってんな。俺にちょうだい。君が使ってくれないか。あ、俺にちょうだい。いいのか。俺にちょうだい。強くなったら自力で取り戻すさ。いいした。いや、じゃあこのクエスト何だったんだよ。よし、お二人さん、一杯おごらせてくれ。ティファ、一杯飲もうぜ。ミッドガルの7番街で事件があったろ。それで引っ越してきたやつがいてね、そいつがスラムで飲んだカクテルが忘れられないって言うんで再現してみたんだ。それってセブンスヘブンっていう店なんだけど知ってる。私のカクテル。コスモキャニオン、綺麗な色だろう。さあどうぞ。いただきます。何この素敵イベント。ティファもお酒好きなんかな。あんまり飲んでるイメージないけど。ごちそうさま、美味しかったです。だろう。でもオリジナルのコスモキャニオンはもっとうまかったらしい。ティファの愛情がこもってるからね。だからもう飲めないみたいだけど。作っておこう。もしかしたら岩塩をひとつまみ加えるといいかも。なるほど、岩塩か。なるほどな。もしかしてあんたが考案者、セブンスヘブンの7番街スラムの。さあどうかしら。セブンスヘブンはきっと再開します。その時は遊びに来てくださいね。ごちそうしますから。なんか泣ける。そりゃ楽しみだな。絶対行くから頑張れよ。応援するよ。うわ、めっちゃいいイベント。チョコボ&モーグリは君に託したよ。存分に使ってやってくれ。お前とやんねえよ。やる気になったら。うわ、超素敵イベント。でもさ、ごめん、カードの話しちゃうんだけど、これさ、ちょっと微妙じゃない？だってパワーアップするとこいつがアップするんでしょ？今の俺のデッキってパワーアップさせれるかっていうと、ムーでパワーアップしたところ、したとて、チョコボのランクが1しか上がんないんでしょ？それどうなの？まあでもコスト1でこの配置はうまいよね。でもクイーンビーと警備兵って結構俺の中で優秀なんですよね、この配置。そうね。クイーンビーと警備兵いいな。あ、使わん。ごめんな。せっかくならこの回ちょっと残りのクイズブラッドも残りやろうか。まずその前さ、カードショップがあって、カードショップ前回ちょっと買えなかったんで買いたいな。どこだったかな、カードショップあったんだよな、どっかに。カーブが生んだ大スター。売れっ子歌手アキラの凱旋公演。アキラ。アキラだと。この前。アキラ。のコンサートだよ。アキラいるの？おい、アキラ。みんな盛り上がってるか？シンナレコーズ所属シンガーアキラ帰ってまいりました。アキラ。ふるさとカーブを離れて苦節7年。売れない時もあったけど。ミッドガルの空を見上げて見えない星を探し続けたんだ。いつかスターになるって夢を叶えてふるさとに帰るんだってな。その前にミッドガルから逃げてきちゃったんだけど、でも俺にだって
この歌声でみんなを励ますことはできるよな。できるよ、アキラ。そんな俺の歌聞いてください。最高だ。旅の途中、夢の途中、来たよ、ヒットソング。あれ、意外と打ち込み系。街外れ、泥だけの道、塞がれた空、空っぽのまま。なんか中期のサカナクションみたいな歌だな。もういいや。じゃあ俺アキラなんかどうでもいいんだよ。俺カードを買いに来た。カード、確かカード売ってるところがどっかに、アイテム屋さんだっけ。アイテム屋です。おい、あ、売ってたけどもう買ってた。そっかそっか、さっきのカードショップなんちゃらで売ってるのと同じだったんだ。オッケー、じゃあちょっとここなカードのやつら全員ちょっと投げ倒していこうぜっつことで、3人いるんでね、1人ずつやっていきましょう。腹話術師のネネからやっていこうか。おい、腹話術師どこだ。声が遅れてやってくるんだろ。おい、俺が相手だ。俺は声は遅れてこねえぜ。あ、ちょ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 、上から落ちた。失敗した。おい、次はどのすっとこどっこいとバウトするかな。子供だった。新しい挑戦者が来やがったぜ。ヘモヘモ。へい兄ちゃん、いっちゃバウトしていくか。このお嬢ちゃんは腹話術師のネネって言うんだ。ちょっとシャイだが、ここぞという時は大爆発する、絶賛成長中のバウターさ。舐めてかかると痛い目を見るぜ。話長えよ。はい、このデッキでいきましょう。よし、行こうか。こっちとらね、もうレベル3のやつをやっつけてぐらいのなかなかの凄腕バウターなんでございますよ。はい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 、凄腕バウターなんで、楽勝でいっちゃうよ。はい、ゲーム開始。まずはクイーン B をここに配置します。でも早くも2ラインができましたので、もうここでずんぐりむっくりとここでタイタンをズドンチョいっちゃうわけですよ。でタイタンは2ポイント入っちゃうからね。うん、いいね。なんでこうだな。えい、いいぞ。でこうやっておきながら、まあそこ取ってくるよね。分かってた分かってた、それ知ってた、その行動知ってた。俺その行動知ってる。で、ここでずんぐりとレプリコン入るわけ。で、これで何が起きるかというと、マジックポット。マジックポットがここにずんぐりと刺さる。あら !2 ポイントずつ。あとはどうしようかな。あとはどうしようかな。あんとね。あんとね。あれ困ったぞ。あれ困ったな。あ、そうですか。あ、2ポイントを使っていきたいから、あ、置けないか。あ、ちょっと思ってたんと違ったな。なればクイーン B であえてここを取っていって、そうね、あえてそこを取っていって、ギリギリだな、ギリギリの勝ちだな。なるべく一番下のポイントを分厚くしておきたいよね。まあそこで、そこにポイント厚くしたとてですよね、とて。あと1ポイントしかないから、まあ警備兵をここに配置して終わりと。あぶねー。ちょっとギリギリだったな。まあ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 、まあ、ジャックポットを置けてなかったたらちょっと厳しかったかもしんないですね。サンキュー。やっぱタイタンの使いどころだな。お、すごいな、これ。このカードで配置されている間、特殊効果マスの味方カードのパワーを3アップ。あ、これいいじゃん。これちょっと1枚入れようか。コストも1だし。すごくいいんじゃない。ばあちゃん、負けちまったな。まあ、そんな時もあるさ。お嬢ちゃんは強えやつに挑んだ。
そのチャレンジ精神を忘れちゃいけねえ。負けを恐れてちゃ強くなれねえからな。お嬢ちゃんの爆発しっかりと見届けたぜ。さあ一緒に遊んでくれた兄ちゃんにお礼を言いな。大戦ありがとうございました。こいつ話投げえ、待って、今のサボテンダーは、サボテンダーはかなりいいと思う。これか1でしょ。だってあーでもちょっと待って、これ何、3アップでしょ。3アップはやばいでしょ。3アップはやばいから、あーでもこの2つはすごくいいんだよね。俺クイーンビーとね、警備兵はかなり気に入ってるんですよ。あーでもレプリコンを減らすってのはちょっと厳しいか、愚策か、愚策になってしまうか。いや、レプリコンを1枚あえて減らして、サボテンダー1枚追加していきましょう。これでいい。よし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 。いいよ。あ、ランク2だ。泣き虫シェドウ。あれ、1じゃなかったっけ？なんかランク上がったもしかして。泣き虫シェドウじゃん。どこ？あれ、こっちじゃねえな。あ、いた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 。おい、泣き虫。なんで泣いてる？びっくりするじゃないですか。もしかしてクイーンズブラッドですか。やだな、見るからに強そうだもんな。怖いよ。その顔、いきなり大人が泣き始めて呆れていますね。心配するぐらい泣き虫だなお前。僕は泣き虫のシェード。わざとやってるの。泣けば泣くほど強くなるんです。大戦よろしくお願いします。クイーンズブラッドのやつはめちゃめちゃ喋るんだけど、こいつらなんなん。クイーンズブラッドのやつらすごい喋るんだけど、スッと行けよ、スッと。 OK、 クイーンズブラッド、よし。ああなるほど。マジマジ、いやでもね、意外と序盤にマジックポットあった方がいいかもしんないな。どうかな、ちょマジックポットは温存しておこうか。さあ行こうか。そうですね、これ早めの、早めのレプリコンだね。早めのレプリコン行っておいて、早めのパブロンを打っておきながら、これカームファングも早めの、早め。で、あそこマジックポット枠をあそこに配備しておきながらですよ。ながらで行きます。はいはいはい。で、ああ、いいですね、いいですね、いいですね。ここは、クイーン B だな。クイーン B をここに配置して、あそこのポイントを上げていく。うまいやり方だな。なんで次は、おうおうあ、でもいいんじゃない？まあ、ちょっと2ポイント使っちゃうけど、そうね。ここに配置して、で、早くもジャックポット。早くもジャックポット。早くもジャックポット。ああ、ここ。ああ、待って、タイタン2ポイントいけんのか。え、でもとりあえずここだね。うん。で、タイタンをあとどこで使っていくか。タイタンをあとどこで使っていくかが、これ、ちょっと、ポイントになってくるぞ。ここも行こうか。ここにサボテンダーぶっ刺しで、どうなる？まあそうよね。まあそうよね。あ、タイタン置けない。あー、そっか、タイタン置けないか。あー、失敗した。あ、タイタン置けない。失敗した。で、これで、まあこうか。で、置かれて裏返って、あ、でもクイーン B 関係ない。あ、これギリギリセーフだったな。危ない。負けてたわ。危な。あ、そっか、タイタンのコストには頭の中で考えてなかったわ。でも、ここ行って、まあ、ギリギリセーフ。危ねえ。12ポイントですね。ああ、ちょっとなんか、干渉という感じじゃないね。カスタネッツ。このカードが配置している間、特殊効果マスの味方のカードのパワーを2アップしますと。これもいいな。2アップでかいね。あっちゃー、負けちゃったか。
でもたくさん泣いてすっきりしました。やっぱりストレス解消にはカードバウトが一番ですね。面白いやつだな。おやおや、あなたも相当なストレスを溜め込んでますね。顔を見ればわかります。大泣きバウトおすすめですよ。ぜひやってみてください。やんねえよ。こうなってくるとカスタネッツもなかなかいいんじゃない。こうパワー2上げるから1ポイントアップというよりは2ポイント上げてくれるでしょ。でそうなってくるとこのムーの価値がちょっと下がってきますよね。コストが2も使うのに1しか上げれない。でもこれムーいらんわ。でカスタネッツ、あ、2枚あんだ。カスタネッツ2枚あんの。あ、カスタネッツ2枚あんのか。これカームファングを1枚減らして、で俺何をしようかというと、ここでチョコバンドモグリを入れていこうと。カードの枚数によってでしょう。これなんかちょっとすごく今こうなんだろう、能力アップ系カードがすごく増えてきたので、ここでチョコ&モーグリが火を吹くんじゃねえかっつって思うわけですよ。あ、いいね。でもあといよいよラスト一人か。こいつ鉄壁のジーブル。鉄壁のジーブルか。ランク上がってるな。今までさ、さっきもほら最初こいつら1だったんだけど、1人倒すごとにレベル上がってますね。だ次のやつもレベル3、相手にとって不足なし。鉄壁のジーブル。おお、ジーブル、うるさい、痛い、痛い、壁のように。なんちゅうとこでお前やってんだよ。おい鉄壁のジーブル、私の壁を壊して入ってくるなんて失礼な人。見えないわ顔が。あなたもカームの壁を干渉しに来たの？それとも私とクイーンズブラッドがやりたいのかしら。そこはかとなくエロいな。私は鉄壁のジーブル。カームの壁のように何事にも動じず、凛々しく美しく守りきるカードバウター。私という壁にぶつかってただで済んだものはいないわ。生半可な気持ちで挑戦するならやめておきなさい。めっちゃ喋るじゃん。めっちゃ喋るじゃんジーブル。なあジーブル、めちゃめちゃ喋るじゃん。ジーブルもめちゃめちゃ喋るじゃん。クールキャラじゃん、鉄壁のジーブルみたいな感じだったら。全然喋るじゃん。さあ行こうか。なるほどなるほど。まあ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 、いいでしょう。どうやって攻め入ろうかな。これいきなりのサボテンダーいいんじゃない。いきなりのサボテンダーで早くもここにこういう特殊効果を配備しておく、ありだね。 OK、 予約、パワーアップ予約をしておくと。うん、パワーアップ予約をここで入れておく。さあ次のディスティニードロー、来た、ディスティニードロー、チョコボ&モグリ。これはちょっと後から配備していきたいので、ここ相手のレプリコンダブルだな。ここに入れていこう。ちょっと陣地感を広げていきたい。うん、ここで、あー、握手来ましたよ。これ俺の、ここで火を吹く警備兵、これ一気にズドンと領域を広げていくわけですよ。お、サボテンだ。あそこちょっと裏返り入りましたが、裏返り入りましたが問題ございませんです。はい、と。でもってこの辺でタイタンが欲しかったな。ここ相手のここカームファングじゃね。うん、で相手のカームファング行って、これなんだっけ、パープスんだっけ、これって、これ違う、あれ、あれ、どうやって見んだっけ、あれ、相手のカードパワー3ダウンできんだよね。3ダウンできるから、うーん、難しいな。ここにチョコボ行ってきましょうか。OK。で、あそこ2ランクアップ。そうだよね。そこ行くよね。で、そこに置くんだけど、それは握手ですよ。ここで、うん、これで俺のもんになると。OK。しかも4ポイント。サボテンダーの効果で一気にパワーがアップしております。よし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 、いいぞ。サボテンダー来ないな。ここクイーン B だね。ここでクイーン B をここに入れて、もう相手は置けるものございません。
はい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 。さらにここで、はい、ジャックポット上がる。これなんだっけ、味方の攻撃力上げんだっけこいつ。こうするとポイントが、なるほど、こいつはパワーを下げんだよね。下げる必要はないから、まあ、ここに4置いちゃう方がいいのか。こっちの方が圧勝か。そうだね、はい。うわ完封。あでもこれだけパワーアップカードを置いたとしてもチョコボのパワーは3か。チョコボ&モグリいまいちかもしんないな。まあでもコスト1ってのはうまいけどね。サンキュー。23対0、圧勝。スクリーマー、うわやば。でもコスト3か、特殊なスキルを持たない、これちょっといまいちかな。コスト3も使うのに1でも周りに配置できるのか。でもちょっとないかな。そんな難攻不落の守りが崩されるなんて、あなた何者。ふん、先決の貧民。感じていたの、壁の中で閉じこもっているだけではダメだって。壁は優しく守ってくれるけど、いつかは乗り越えないといけないのよね。決めた、今日からはあなたが私の壁よ。必ず越えてみせるから覚悟してなさい。なんかうまいこと言ったみたいに言ってるけど、本当壁がなくなった、壁が全部ここにいってる。OKOKOK。 これでクイーンズブラッドも全部クリアですね。え、遊び切ったんじゃね。ほらクエストも全部やりました。エクストラクエストね全部やりました。でレポートも全部クリアしております。でチャドリーも、ただねバトルシミュレーターまだやってないよ。まだ、ね、バトルシミュレーターなんで、次回はこれバトルシミュレーター枠ですかね。田舎だと思ってたけど、まあこのうまくできたんじゃないかな。いやクイーンズブラッドちょっと面白いわ。ハマってる、完全にハマってる。クイーンズブラッドというゲームに、ゲーム中ゲームにハマってるわ。というわけで次回はこのチャドリやっていきましょうかね。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。まだまだ楽しめる F7 リバース進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ホワイトソースウェイヒカルでございました。また次回もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイビー。